モネとミカコのベロベロクッキング。マイクが出てきちゃって焦っちゃった。今日は餃子とビールがとっても相性抜群ということで、餃子って水お湯で蒸すじゃないですか。それをビールで蒸しちゃえばめちゃくちゃ美味しいんじゃないかなと思って検証してみます。ビールで蒸しちゃえばめちゃくちゃ美味しいんじゃないか。確かに相性悪い多分ここ、うん、これすごい嫌だ。これすごい嫌だ。換気扇今日しかないんだ。うちいつも中なんだけどな。弱と今日しかないし。うるせえか。弱にする。変わんない。あ、今ごま油をまず敷きました。じゃあ並べます。えーさて、じゃあそろそろいいかな。あ、まあ、まだ全然だよ。え、餃子焼いたことありますか。え、逆にありますか。ビールどんぐらい入れようかな。いい音。そろそろ行こうかな。行きます。回しかけちゃっていいかしら。どんなもんだろう。半分だけぐらいだ。いや、こんなもんじゃね。こんぐらい。いけ。いいね。いいね。うわ、匂いが。これ一口でいける。すごい、うん。やばいか。大丈夫かな、これ。お、いい音。いかん。良いかな。あ、でもなんかちょっと飛び散らんな。すごいね。すごい匂いする。でも酒の匂いしなくない。あーね、いける。気をつけて。あ、いいじゃん、めっちゃ。うーん、超うまそうじゃない。ビール餃子できました。いざ実食。よい、うまそう。に焼けたね。ミカコの焼き方が上手だよ、うん、上手。この辺のめっちゃうまそう。この辺なんかでもべちゃべちゃかな。ちょっと入れすぎた説あったね。ビール。じゃあ食べてみますね。はい、いただきますね。実食。いや、うまいんじゃないか。風味的に匂いする。なんかね、肉まんみたいな匂いする。どういうこと。いただきます。そう、え、いい音してる。うん、うん、どう。うん、うん、え、違う普通と。うん、お。